ね、選手に引き続き、あの伝説のホストクラブクワルブセニョリータの、同窓会後半ということで、そうですね、はい、お送りしていくわけなんですけれども、はい、おはようございます。はい、分かるのかな、分かる人は分かるね。多分俺、だいぶね、うん、だいぶ変わったそうそうそう、もっと、あー、すごい、もう詳しい人が、はい、そう、あのマジでディアライブにいて、うん、あの先月末で辞めちゃったんだけど、うんうん、もともとね、ここ、俺一緒に働いてたから、そう、一緒にね、そう、ただいと来ないからね、今日ね、そう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 、セノリータじゃないと。で、うん、まあちょっと久々にね、じゃあこういう企画やるから、ね、おいでって言われたから、そうそうそう、ちょっと遊びに来ました。ちょっとね、遊びにね、来てくれて、あとね、4人ぐらいいたのよ。そうそうそう、あと4人ぐらいね。リアライブはやめたよ、うん、そう、リアライブにを正式にやめて、その後に遊びに来た、うん、その後にね、正式にね、まあ別にリアライブのまま来ていただいてもね、全然問題ないけどね、それは。まあそうだね、うん、全然またそれはね、上一緒だしね、そう上が一緒だからね、4人くとね、入力するよ、うん、大丈夫、入力ね、すっげえ話振ってくんじゃん、すげえ話振ってくる。じゃあそこら辺もちょっと、まあそうだね、オープニングのね、あとに、ね、はい、でまあもしかしたら、まあ、一応あと4人ね、本当は来る予定なんで、うん、まあ来るかもしれないし、セニョリータにいた過去をね、隠す可能性もね、あるけど、うん、うん、全然ね、俺隠す必要なんか全くないと思う。いや、隠してるやつがいるのよ、何人か。もう全然言ってこうと思って。どこどこ、あいつだ、あいつはもう、ぬれたよ、俺。誰だよ。どこにいる、誰だよ。まあ、全然言ったよ、もう、某サイトに書いてある、某サイトに。CM 分けにでも全部。あの人、セニョリータだよって、俺、某サイト荒らしちゃうよ、もう、それで。はい、ということで、はい、じゃあ今日はね、まあ、とりあえず2人で、まずね、ね、オープニングの方、始めたいと思う、まあ。また誰か来ると思いながらね。うん。OK、うん。じゃあ、今夜ミルクプリンと、どっちの名前かな、どっちの名前でもいいけど、そうですね、じゃあ西川ハイネでもいいし、どっちでも、まあ西川ハイネとしてでもいいけど、うんうんうん、やっぱせっかくね、リアライブ知ってくれてる人いるから、水木ひかるとして、あ、じゃあ、ひかるくんとして今日はね、そうだね、うん、じゃあミルクプリンと水木ひかるでペアペアするんじゃー、ペアペアするんじゃー、オッケー、はい、じゃあ行きます、今夜はミルクプリント、はい、あー、そう、ユーユー、違う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 、自分で、ね、あ、そう、名前もね、いつも言わないと始まらないから、言って、そういうの先に言っといて、オッケーオッケーオッケー、説明するだけで、はい、じゃあ行きまーす、今夜はミルクプリント、はい、水木ひかるで、ピャンピャンするじゃーい、あげたんですけれども、実は先週の、セニュリータ同窓会前編では、進撃の巨人のコールをやったんですよ。そうですね。うん、やって、で、ね、あともう一つ、初音ミクのコールと、あとオールコールがあって、で進撃のコールと、初音ミクのコールは僕が作ったコールなんですよね、実は。ああ、そうだったね。そう、そね、僕が作って、で、オールコールは、ぬーんが作ったんで、ね、うん、まあ、そう、通りでちょっとセンスが、うん、セーフ、やめとけ、やめとけ、やめとけ、うん、ね、うん、ね、作ったね、コールがあるんですけど、あ、一ジョーじゃないよだから間違えてるけどね、ジョーじゃないけど、ね、大丈夫だよ、はい、ちょっと若干間違えてる方いらっしゃいますけど、誰かが滑舌悪くてそう聞こえたんですよね、うん、前回の放送で、で、ね、後編なんで、ちょっとね、やっぱもう一個コールをね、やりたいなと思って、そうだね、うん、で、コールしながら自己紹介やろうと思ったんだけど、ちょっと2人しかいないからね、うん、コールしながらじゃなくても全然できるから、だけどやっぱシャンパンもほらやっぱ準備してるから、こうやってシャンパンもね準備してるから、せっかくやっぱこれ開けたいし、うん、コールやりたいから、ただ初音ミクの方のコールを、まあ、僕らねオタクなんで言うて、そうだ ね, ね、だからちょっとねやろうかなと、2人で自己紹介、いやもう自己紹介するあれもないから、うん、じゃあもうパパッとね、コールだけやりたいなと思うんで、やろう、はい、やってこう、じゃあもうこれいける感じですかね、いつでも
ヒカルンの音の袖を。あ、入った。あ、マイクある？あります、あります。オッケー、持ってますよ。じゃあ、初音ミクの方のコールをやりたいと思います。はい、行きましょう。はい、やっちゃいましょう。ちょっと、ま、前奏長いけどね。前奏長いからね、ちょっと我慢して。これでね、あれ振るのね、ライトセーバーじゃないけど、うちペンライトね。そう、このコールだけ、緑のペンライトを振るの。そう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 、わざわざ色調整してね、めんどくせえな、あれだいたい壊れるっていう ね、あれ結構ね、2、3000円するんだけどね、めちゃくちゃ壊れる、ね、割とね、みんな壊すからね確かに懐かしいなシュン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 シ
いでしょ。はい、それでは、はい、まずはこちらの、はい、シャンパンのご機嫌でね、ご機嫌だ、抜ける音、抜ける音聞いちゃいましょうか、聞いちゃいましょうか。このシャンパンを振るので、スリースリーツーツーワンワン。あのね、人いないからいろいろね、俺らやんなきゃいけないからね。せーの、抜けない、よいしょ、よいしょー、さすがシャンパン、抜ける音が違う、抜ける音がすごい。はい、それでは、はい、まあ、2人しかいないんでね、そうね、まあ、ちょっとじゃあもう注ぐ感じで、はい、注いでいまして、わかりました。まあ、準備できたらね、乾杯コールの方ね、行きたいですけども、まあ、コメントの方で、はい、シャンパンコールしてたのっていうふうに、そうですね、あるんですけど、はい、僕もやってましたけど、今全然やらないですけど、はい、今の店ではね、そう、昔ね、やってたんですよね。あとナンバーワンコールとか、あと結構僕がコールをしてました。なんかいろいろね、実はね、店長触れてやってくれてたね、結構ね、いろいろね、やってました。はい、じゃあもうね、2人しかないんで、はい、今後も乾杯コールいっちゃいたいと思います。いっちゃいましょう。はい、じゃあそんな次はみんなに乾杯コール。信じたものは都合のいいものを、そう繰り返し映し出す鏡さ、君を飲めこの歌舞伎町の中で最高速の線を見たコール。この コールなんだけど、はい、この曲はね、はい、業者の人に、ね、頼んでるんだけど、はいはい、歌とか作ってる、はい、その人にめちゃくちゃお願いして、はい、無理って作ってもらったんですよ。そう、これ、作ってもらったコール、何かというと、めちゃくちゃ速いじゃん、これ。速いね。そう、初めての小説って曲なんだけど、めちゃくちゃ速いから、そうだね、最初にこれお願いしたときに断られたんだけど、まあまあまあ、それでもお願いしますって言って、はい、そういうシャンパンコール業者なんかいるの。結構多分、聞いたことあるなと思っていると思うんだけど、このコール。多分、系統似てるところは、そう、結構いっぱいあるよね。まあ、ちょっと高いんだけど、結構かっこいいコールになるから。無理やりね、作ってもらいましたということで、はい、もう2人しかないから、そうだね、もうこのままゴッサンコール行っちゃいたいと思います。行っちゃいましょう。はい、じゃあその先のみんなにゴッサンコール。信じたものは都合のいい妄想を繰り返し映し出す鏡さ、姫を飲めこの歌舞伎町の中で最高速の線を見たコール。はい、もう今日はね、ちょっと人数が、まあ、ちょっと少なくなっちゃったんですけれども、はい、このままね、ちょっと30分間、お付き合いいただきたいと思うんで、この間ね、結構わちゃわちゃしちゃって、はい、あんまり喋ったりとか、コメント拾ったりできなかったんで、はい、今日はね、いっぱい喋って、まあ、今日は楽しみに、ね、うん、で、拾っていきたいと思います。やっていきましょう。それでは、Thank you! セニョリータ。はい、ということで、
で、めちゃくちゃ懐かしいから忘れてたわ。アスレミクのね、そう、だって最初ね、もう久々だし、もう打ち合わせもね、ほぼないし、一応オープニングメンバーでやったからね、これ。著作権はセニョリータになるんだろうかって、そこは結構不思議なところよね。あのね、うん、これ多分ニコ生はどうなんだろうって感じで、いやけど、まあ一応これセニョリータのオリジナルで作ってもらってて、まあセニョリータの経費としてお金払ってるから、ね、まあ一応セニョリータのものはセニョリータのものよね。ただそのセニョリータからもらうものもらってないから俺、まあそういう面で俺のものって言っても過言ではないよね。まあそうだね、これがもう最後の、まあ、だからこそここで自由に使えてるんだけどね。そう確かにね、そこちゃんとやることやられてたらもしかしたら使ってないかもしれないからね。まあもうこれ俺のものです、このコールは。間違いない。たまに今の店の掃除の時間とか流してるからね。やば、いや言うても今セニョリータめっちゃうちの店いるから。あー言ってたね。そう俺入れて今で5人とか6人とかめっちゃ多いよね。そう、今セニョリータいっぱいいるから。俺全然別のとこでやってる。今もう僕ライズっていうお店で働いてるんですけども、4割はセニョリータなんで。やば、4割セニョリータって多くね。そうもう4割セニョリータよ。でも結構さ、ホストやってる人多いよね、セニョリータ。そう、結構多くて、ね、何がすごいって売れてる人が多いのよ。まあ俺上がっちゃったけどね。この間さ、けどラストイベントやって、いやマジビビったんだけど、ブリッジタワーやってなかった？やつはやばいよね。俺セニョンの時に、上がった売り上げって、ね、ぶっちゃけ言っちゃうけど、俺30いってないんだよね。そうだったっけ。そう、本当にしょうもないぐらい、本当に全然しょうもなかった。占い師じゃねえよ。そう、30いってなかったもん。そうだから、なんかこういう形でね、やっぱ再会してね、なんかね、まあ上がっちゃったけど、上がっちゃったけどね。だからわざわざ今日だって部屋飯してきたんだもん。そうだよ、上がったのに部屋飯してくれて、そうで楽しみに、ね、みんな揃うからと思って、みんな揃うからと思って、後編でね、でみんなで飯行こうぜって言ってて、なってたの、なるだろうなっていうのを想定してこうしたのに。そうなのよ。そう、まあね、でもちょっとね、ここでね、ちょっと気になるコメントあるんだけど、これはリアライブでいくら行きましたって、これは言えません。それはね、リアライブの話はちょっとできないんじゃないかな。まあなんかけどブリッジタワー高いからね、マジで。まあ入れるシャンパンにもよると思うけど、結構するよ、ね、ブリッジは。ブリッジだからね、ブリッジ繋がってる。めっちゃ面白かったよ。楽しかった。すごいね、ブリッジタワーって何ですかってあるけど、こうタワーがあんじゃん、こうでタワーが2個あって、そこがまたなんかこれで線で繋がってる。そうタワーで、橋になってんだよね、ここが。そう橋渡しになってるタワーのことをブリッジタワーって言うんだけど、まあ結構高いよ、普通のタワーでもね。まあ高いのに、まあそれが2個あって、それね、橋で繋いじゃってるわけですから、それはね、高いね。そうアーチみたいなね。まあ金額に関してはね、もう視聴者にね、それはそうだね、ご想像にお任せしますと。それはね、あんまりね、言えないところだけど。そう、注ぎにくかったね。注ぎにくかったよ。注ぎにくいね。注ぎにくかったけど、でもなんか、入ってるとこと入ってないとこの中、アンバランスにある感じがまた、ね、楽しかったかな。それはね。いやけどね、成長したね、すごいね。もうみんなめちゃくちゃ売れてるから、昔のさ、ね、セニョリータメンツを、まあ、今もう一回さ集めてセニョリータやりますってなったら、もう普通にあれよ、3,000〜4,000とかいくよ、店売り。そうだね、全然もう全然普通に3,000はもう普通に平気でいくぐらい、今みんなもう売ってる。そうだから、すごいよね、そう考えると。そうだね、なんか、逆にあそこがあったからだよね、本当に。あ、本当、やっぱ生きてきた、俺の教育が。あのね、この1年越しに売れる教育。じゃあなぜセジョで売れなかったの？それは、そう、だから1年越しに売れる教育だから、俺が。そう、だから、後に引くんだよ。そう、後にね、後で来るやつね、とりあえず。忘れた頃にパッて、あ、そういえば店長、ポッみたいな。そうそうそう。そうそうそう。まあ、なぜ潰れたのっていうの。まあ、それはね、俺が聞きたいから、むしろ。ここが一番被害者だから言って。俺1週間前ぐらいに聞いてるから、なんなら俺。で、全然店売りとか全然順調だからね、うち。潰れる店じゃないんだよね、アキシって。何があったんだろうね。プレイぐらいから全然もう1000万乗ってるの店だから。そうだね、結構変わったよね。いや、もう全然イケイケよ、もう最初からタワーもあったし、ね、もうプレイで1000行く店で、そう、ね、そうないけど。本当だよね。全然行ってて、懐かしいね、この動画も。そうね、懐かしい ね、後ろのね。あ、これブリッジタワー。そうこれタケルがやった、タケル副主任がやったブリッジタワー。これがね、ブリッジっていうやつ。これと同じようなのやってるから。まああんまり ね、過去のね、その話はもういいとして、ああ、もうちょっと CM だから、ね、CM の後はね、ちょっとね、いろいろ、次の裏話とか、ちょっと楽しかった裏事情、ね、いろいろね、はい、話していきたいと思います。それじゃあ、CM ぴょんぴょーん、イェイ。3年 A 組、シャーマン先生。
経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。ちょいちょい気になるコメントあるんで、うん、ちょっと拾ってもいい？うん、オッケーオッケー。あの、辞めて何してるのっていうのと、なんで辞めたのっていうのは、まあ、あ、リアライブね。そう、辞めた理由は、あのね、大丈夫語れるそれ。え、大丈夫だよ。あの、うん、全然、俺は、うん、あの、ホストっていうもの結構長くやってて、うん、まあそうね。まあそう、昼食をね、うんうん、まあ病気っていうのも、まあ、うん、まあ、なくはないけど、でも別にあんまり関係ないから、そこは、うん、なんか昼食に普通に戻ろうと、うん、そうそうそう思って、いずれは来るからね。そうで、うん、やっぱね、こういう時期だし、俺のね、いろんな、うん、過去の自分のな中にね、うん、あったものとか考えたら、もう、うん、なんかそろそろあの昼食に戻ってもいい時期かなっていう、うん、ホストはもう累計で5年とかかな。あ、5年、そう、5年とか。やばいね、長いね、全然5年長いぐらいかな。そうそうそう、だからまあ割となんかね、うん、あのいろんな店見てきてるから、うん、やっぱそれでもういいかなみたいな。そうそうそう、昼食、うん、は秋葉に行きます。ああもう俺もうもうマイホームよ。本当に住んじゃってるからね、お前は。秋葉住んじゃってるからね。そうそうそう、秋葉大好きだからね、うん、遊びに行ってよ。家全然遊び行くよ、うん、だからなんかそういうところで、うん、そうそうそう、なんかね割とね、うん、息があったりとかする。昔から仲いいからね。そうそうそう、言ってまあ、まあ大体仲いいけどね、俺キャストと。そうだね、あんま仲悪いキャストはいないね。まあ、うん、ちょっと いたりもしたけどね。あ、聞こえないするの、うん、ちょいちょい流れてきてるから言うけど、俺カードショップで働こうと思って、うん、普通に遊戯王大好きなんで。カードね、はい、そうそうそう、トレカ大好きだから。昔から好きよね。カードショップで、まあなんかそこに携わって専門的な知識とか得て、うんうん、まあいずれ世界大会って言えたらいいかなみたいな。いいね、世界大会ね。カードショップ、まあ、ショップだ、まあ、自分で持ちたいっていうのもあるけどね。あ、まあそれね、大変だからね。まあ、そのためにやっぱ知識必要だしね。昔遊戯王部だったからね。あったね。やったね。そう、やってたんだけど、禁止になったんだよね。そう。発端はね、あの、立ち上げたの俺なんだけど。そうそうそう、部長だからね。そう、禁止になった理由。禁止になった。そう、禁止になった理由は、うん、大体わかると思うけどね。みんな営業に行かねえっていう。そう、みんなのね、仕事しねえんだよ、終了後ね、こうやってパチパチパチやり始めるんだよね。やってるから。チェーン組んでとか、なんかいろいろね。そうそうそう、エキシーズとか言って。そう、なんだったら、アフターにも、うん、行かないで、普通に遊戯をやってたりとかね。ね、あったね。いやだからそこまでなっちゃったから、そうそうそう、そう配信にね、そうそうそう、うん、なっちゃったんだけどね。そうそうそう、だからアフター行きなさいって。そうでしょ、うん、みんなそうなのよ。俺とか全然3時間とか平気で待たせてたから、本当にクズ野郎だったから。あとあれだね、セニョリタ、ほら2部が始まったから。そうだね、うん、2部営業もあるから、うん、そう帰らないと一部をね。そうそうそう、だからセニョリタが狂い始めたのは2部からよ。そうだね、うん、あの無理して2部出したの。2部なんかなくてよかったじゃないかと、うん、俺は思いました。俺結構止めたのよ、もう2部絶対まだ早いからつって2部を止めたんだけど、ね、2部がね、俺も一瞬誘われたからね、うん、言うてなんだったら2部こけちゃって。で2部あの内勤も2人作ったんだけど、2人とも内勤飛んじゃって。あ、そうだったんだ。で結局なんか俺が2部も見なきゃいけない。あ、ね、だからその強化じゃないけど、俺も教えに行ったりとかしてたし、そうなんか寮母俺見ないといけなくなって、で俺1部終わってから2部出勤してみたいな。だから俺もともと寮とか全然住んでないんだけど、なんかあの家もあって、だけどなんか寮にもう住めってなって、そう、そう、ね、寮にも住まされて、そうね、それでね、いろいろ ねあったわけですよ。朝も昼も夜も動いてね、朝も昼も仕事してたもんね、ずっとね。なのに太るっていうね。どんどん太っていったからね。いやもうそれはやっぱストレスですね、うん、だけどなんかストレスと、だけどなんか睡眠不足って太りやすいらしいね。ああ、って言うよね、なんかその、うん、寝ないとダメだし、時間次第って言うけど、うん、5時間以下だと確か太りやすいって言うよ。だから俺8時間寝たらもうげっそりしてるよ。だから見たことないと思うけど、まあ、1日ね、1日8時間を平均で寝れない人だから、この人。8時間寝たら俺マジげっそりしてるよ、びっくりするよ。一番のダイエットよ、寝るのが。そうだね、すげえびっくりした。今むくんでるだけだからね、これ、うん、8時間寝たらもうすごいよ、超ほっそり。まあじゃあ
あれだね、うん、次はじゃあ8時間寝た状態で、8時間寝た状態でね、リスナーさんの前に出てくるということで、はい、いやけど寮のさ話があるんだけど、そうだね、まあ、いろいろあったもんね、寮すごいね、ホストクラブの寮って、いや俺住んだことなかったじゃん、それまで、そうだね、寮とか住んだことないんだけど、ずっと一人暮らしだったもんね、ホストクラブの寮マジですごいのよ、いろいろ酔っ払ったキャストがさ帰ってくるとマジ大変ね、あれね、うん、あったね、なんかいろんなことで、一回さベロベロに酔っ払ったユウジが、うんうん、先に寮帰ったのよ、で俺はその後寮に帰ったんだけど、なんかドア開いてて、はいはいはい、でなんかブオーみたいな、ブオーって聞こえるの、家の中から聞いたことないと聞こえて、でこれなんだろうと思って入るじゃん、したらあの冷蔵庫がひっくり返ってて、真逆よ、ブオーって言うの、冷蔵庫でひっくり返すとブオーって言うのね、ちょっと試してみて今度、うん、な試したい人なんならあれでしょ、うん、あの窓ガラスも割れてたって聞いて、俺窓ガラスは割れてて、そうで俺窓ガラスのところのさ、俺さ布団引いて寝てんのよ、なんか2段ベッドがいっぱいあるんだけど、なんか2個あって、まあ4人寝れるのね、で空いてたんだけど、うん、俺さ2段ベッド乗れないのよ、まあ落ちちゃうからね、2段ベッドでそう寝ようと思ったらビシ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 って落ちてきちゃうからね、そう広すぎてで壊れそうになって、俺だけ床に寝てんの、2段ベッド空いてんのに、で俺だけ床で寝てて、で俺のちょうど足元なのね、あそこの穴開いたところが、そこガムテープで塞いで、危険になってるからね、マジで冬寒いからあれ本当に。だけど俺がね、一番ムカついたの、テレビ、あーね、寮にあった結構デカめのテレビがあったんだけど、うん、それもあいつぶっ壊しやがって、で、挙句の果てにはなんか最初これぐらい映ってたの、なんかこれぐらい、あ、はいはいはい、これぐらい以外全部ザーみたいな、 幅縮まっててもこれぐらいあったんだ、こんなテレビのここしか映んなくなってて、で俺がそこ見せずっとこうやって家帰ってさ、やっぱテレビ見たいじゃん、まあ、音声だけ聞きながら、ね、音声聞きながらここでちょっと想像して、ね、残りのここ想像しながらさ、それがさ何がひどいって、日に日にちっちゃくなるよね日に見えるの、あ、なんか縮んでったわと思って、で最後なんて言ったんだ、ボンって終わったって、消えたでしょ、ボンってなんかちょいちょい弁償はとか変えよって言うんだけど、まあ、あるけど、そうなんかね、うん、いやーねー、マジでボンって集団がね、暴れて、集団がしょうがないね、暴れてぶっ壊したっていう記憶を持ってないから、まあまあ、持ってないから、そうお前やったんだよ、なんとも言えないんだよね、こっちも、いや、そんなわけないっすわ、みたいな、そう、本当に違うすぎて、店でもさやばかった、ね、やばかった、あいつね、何がすごいって、もうなんかオーラスで3ケースとか開けんのよ、あーやってたね、うん、なんかカロリータワーとか行って作ったもん、そうそうそう、カロリー3ケース飲むのよ、本当にオープンからラストですごいんだけど、 でもそんなことやってるから、マジ営業後もすごくて、あのさ空気清浄機あんじゃんあのダスキンさんが来てくれて、うち空気清浄機置いてたのね、はいはいはい、フィルターとか変えてってやってたんだけど、うん、そ空気清浄機さ、こうなんか穴開いてんじゃん、空気吸い込むところ、うん、そこにあのおしっこしちゃってやってたね、おしっこしちゃって、でもさ、まださ、うん、ぶっ壊しちゃったんだよね、しょんべんかけてぶっ壊すんだったらさ、うん、まだなんかしょうがないかなって感じするじゃん、うん、他にもさ、なんかさ、うん、うち結構暴れるやつ多かった、ね、暴れるやついたね、あのムキムキのやつね、筋肉マンね、ブックンとかさ、そう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 、いっぱいいたけど、で何がやばいって、そいつなんか、うん、すごい面白かったのが、うん、なんかね、あのめっちゃ飲んでて一緒に、うん、店で、うん、俺その時全然普通に飲んでたから、うん、全然一緒に飲んでて、うん、でそいつがねめちゃくちゃ酔っ払って、うん、でもお客さんの送り出しとかはちゃんとするのよ、うん、お客さん来てたりとか、うん、お客さんお帰りですって送り出しました、うん、で店戻ってきます、うん、でなんでテムレットって大事やっつって暴れ回して、うん、テーブル破壊して、うんうん、いたね、もうすごかったよ、それ7つの志の人でしょ、そう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 、あれはやばいよ、ちょっとね、あの抑えようと思っても、やっぱね、うん、いや、無理無理無理、強いから違うんだよ、マジで、で、あいつ、何がやばいって、俺つけ回しやってたじゃん、あいつ、俺が買って3日のスーツ破いたからね、つけ回しったら、うめーっつって、ビシッって言ってたね、ポーンって、このシャツがポーンって出て、こんないきなり俺ホールでこんなだったからね、びっくりしちゃって、でも俺ね、3日目のシャツや、ね、スーツ破いたからね、なんかね、かわいそうだった、なんかね、じゃあ大体そういうつって、うん、そうなった時って、ね、あのね、記憶持ってないのよ、確かに持ってない、俺もこの間そいつと、うん、いつだっけな、11月な、うん、たまたまね、うん、あの飲みに行ったのよ、うん、呼ばれて、そう、池袋の方、ね、そうそうそう、池袋の方に呼ばれて行ったのよ、うん、で、まあなんか俺のね、連れてと、うん、あと向こうのもう一人の専用メンツの、うん、あの、ユーリってやつ、あー、覚えてるとゆーちゃん、ね、いたのね、うん、4人で、で、うん、バーで飲んでて、うん、でもう何がやばいって、うん、スミノフアイスにテキーラみたいな、
スピリッツみたいなのを入れて、すごいからマジでグーってやって一気させられるんだよ、うん、で、もう酒がめっぽい場合、俺はめっちゃ潰れるの、うん、一瞬でやられるんだよ、うん、で、起きたらいないのよ、うん、そう、俺の連れとそいつだけ、うん、で、どこに行ったのかと思って、うん、もう超焦って探し回って、うん、で、なんかその連れの地元に行ってて、うんうん、で、連れの地元に、うん行ってたんだけど、うん、もうなんかね、タクシーの中に無理やりぶち込んで、うん、拉致ったらしくて、うん、それやばいね、そうそうそう、うん、でもなんかすぐどっか行っちゃうからね、そうそうそう、あ、後でねちょっと話をしたら、うん、あの素直にごめんなさいと言ってくれたんで、うん、全然まあ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 、まあ、酔っ払えなかったらね、全然ね、そうそうそう、そういいやつだからね、本当にね、うん、なんか全然いいやつなんだけどね、話も強かったよね、強かったね、もう強いから暴れたらさ、あの、ね、全員の中でも多分止まんないんだよね、うん、あいつも、あいつもすぐ証明しちゃうからね、そこら中にやってたね、で何あれあのさ、ダスキンにさ、さっきほらユージ証明した話したじゃん、うん、あれさ、ダスキンの人がさ、あのフィルター買いに来てさ、うん、もうすっごい空気出んのよぶっかけてっからすっげー空気出て、これ何かされましたみたいなことされて、いや何もしないです、いきなりポッつって壊れましたみたいなこと言って、でも言えないもんね、そう、言えない、しょんべんぶっかけたなんてさダスキンなんてさ、もう昼の方よ、そんなわけないと思うじゃん、空気清浄機証明するやつだと、向こうからしたら未知の世界だよね、未知の世界だから、これは多分説明してもわからないと思って、そうそうね、嘘ついちゃったんだけどね、したらもう ね、 あ、 ね、 あの、ね、素手でフィルター掃除して、もうほんと申し訳ございません、本当にもう、 そう素手でフィルター掃除されてて、それちょっともね、あの、かわいそうなことしたなーなんてね、まあでもね、お酒こぼしたとかでもいいのにっていうのもあるけど、やっぱね、当時の俺らはね、そこまで頭が回らない、まあ確かにね、本当にバカばっかりだったな、確かに、あれ覚えてる、光るうちにいた酔っ払うの、なんか超イケメンの、あー、わかった、うん、そう、あいつもやばかったんだよね、全然言うこと聞いて、超イケメンで超なんか酔っ払ってて、で、なんか初回に爆弾抱えてるやつでしょ、初回に つけようとするのに、なんか全然違うとこ座んのよ、なのに俺に、店長、僕は初回に回していただけないでしょうかみたいな、いや、お前行けって言ったのに、お前が行かねんじゃんみたいな、酒場すらちゃんと覚えてないから、ね、そう、全然誰もいないとこ座ってするから、お前初回行けって言ってんのよ、ポッて座って、ポッてやってて、いやいや、お前初回行けって言って行かないから、もうつけないと思ったら、店長、僕は初回につけていただけないのでしょうか、何が悪いのでしょうかみたいな、いやいや、お前もめっちゃ反省してんだよね、そうそう、あったりとか、あー、もう30秒ということで、時間では早くね、うん、早い、ちょっと告知があるんですけど、あの、今月のちょっとアップもらえますか、すいません、はい、今月のね、あの、5日に、僕のその知り合いの渋沢優さんっていう、あの、グラビアアイドルの方いて、あの、ここにあの、僕ゲストで、あの、呼ばれてるんで、あの、ダンス踊ったりとか、あとはなんかアナウンスやったりとか、いろいろあるんで、ぜひ来てください、ありがとうございました、イエーイ、また来週もぴょん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 、またね、でもなく溜まり込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ楽だに紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。